演武開演。どうも。本日は最近話題になっているこちらのカスタムキャストというアプリを使ってみたいと思います。なんかアプリの実況で初めてな気もしますね。では、プッシュスタート。こういう風に待たされるのってイラッとくるな。気が短い人間には辛いですね、こういうの。で、おっと、こういうキャラクターが作れるってことなんですね。このカスタマイズってところでやるのかな。サンプルがあるのか。これを参考にしていけば良さそうですね。ボディ、輪郭、これだと縦長、これで横、そういう風になっていくのでしょうか。サイズ、なんかアンバランスになるのはやっぱり自分好みにこういう風に作れるってわけなんですけど、なんで女の子ばっかりなんだろう。自分はそんな、これだとなんかロリコンホイホイみたいになってるような、自分はそういうのに興味はあんまりないんだけどな。でも架空の自分になれるっていうのは楽しいかもしれませんね。目を閉じている、奥線の星が見えるのかな。眼球、ちょっと怖い気もするかな。小さすぎるとちょっと怖いな。身長、こういうふうに足も細めで、なんかここって一番人の欲望が出そうだよな。さっきから全部左の方に下げてますね。なんか現実にいたらものすごいガリガリの女の人になりそう。こういう風な方がいいかな。黒、こんなんやけどみたいなのいいから。個人的に短い方が好き。ここはいらないかな。ここも。なんかギアスかかったみたいでちょうどいいかも。赤いのが好き。
これで服を選ぶわけなんだろうけど、もうちょっと普通なのないのかな。何この学生アルバイトみたいな。いや死んでる、死んだみたいになっちゃってる。ハロウィンだしちょっと仮装っぽく、今の世の中は時間厳守ですからね。いやいや、ペットにしてるんじゃないんだから。このぐらいかな。で、背景、こういう風にできるわけか。ポーズを取らせたり、こういう凛々しいのが好き。これ干して保存するのか。戻る。で、配信。さっき作ったのがこれだから、こうやって。さっきの背景と同じだね。こうやって押すのか。なんかすごい近い。どうするんだこれ。どうやればいいのかわからない。なんか近い。なんかものすごく見下されてる気がする。もうこれどうすればいいのかわからないのですが、もうちょっと練習しないとダメですね。でもなんだか面白そうです。違う自分になれそうな気がして。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。